海上自衛隊の個人装備では、海上自衛隊の個人装備に関して記載する。まず海上自衛隊隊員の基本的な戦闘服装と呼称される服装は、以下のようなものである。当直員対象で編成される、防火隊や一部不在時の応急隊編成時、官邸の出入港及び公開中には、特にこの服装を求められる。戦闘服装を整えるという場合には、 上記服装が着用される。艦艇部隊においては、戦闘服という服が部隊被服扱いで対応されていることがある。これは、艦部装仕用と無給型の作業服と同様の形状のもので、左肩には MSDF と書かれたワッペンが貼ってある。他、国書用や著しく汚損する整備作業専用の作業服などがある。 平成24年度より、アメリカ海軍の運ン様のデジタルドットパターンの陸上戦闘服2型及び戦闘棒が導入された。祭壇はおおむね陸上自衛隊の名細服3型、航空自衛隊の新型産業服と同様であるが、上着などがファスナー止めであるほか、階層以上で、階級章は襟に汎用する。事態警備などの場合には、 おつ武装と、後部装との服装が用いられる。おつ武装は、以下の装備を着用する。後部装は、以下の装備を着用する。海上自衛隊では、護衛艦や陸警隊に戦闘用の個人装備を配備している。基本的に、被服、装具は黒色だが、陸警隊には、迷彩服2型が支給されている。初雪型護衛艦2番艦。 白雪内の 12.7mm 重機関銃、M2 容武器庫中央に 9mm 拳銃と64、式小銃も展示されている。ありがとうございます。